そろそ長きにわたる乱世は紹介と距離二人揃えばなんとやら連携が崩れりゃ倒せそうなんだけどな龍禅様お一人でどちら私もお供しますどうした私には分かる邪魔になるよう散歩してくれよまた昔のように恋と遊ぶ昔月影に変わらぬおもちゃをもらったなあの砦にしまったはずだトリコだ少しさあ俺と勝負だ覚悟しろ気合を入れようここで踏みとどまった方が勝つぞWe'll be right back.
仕方ない。話すのに邪魔な人たちはどいてもらおう。俺で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。光れば敵将討ち取った。あったあった、これが虎のおもちゃだ。かわいいだろう、龍勢様。それは虎戦士一般の勇気です。私が一緒に遊んでみている。天雷光神フログマン、フログマン、天雷光神討ち取った。チッ、邪魔が入ったな。どこにも見越されたかくれんぼでもしていくだろうか。そこの人たちを教えてほしい。私の友達はどこにいるか。能力やっと見つけた。元気そうで安心したぞ。脅威をいさめたせいでこのような結果に。どうか護衛の一人にお加えください。天霊、脅威の部隊が進軍を開始。龍勢様を目指してまっすぐ迫ってきます。私と遊びたかったのだ。少し迎えに行った。エンデ、自分の守りが手薄になった模様。味方部隊隙をついて攻め込んでいます。脅威が動いたから敵陣に穴が開いた。龍勢様、よくぞご無事で。義にとらわれ何になされたことでしょう。さあこちらにいらしてください。少し待って、皆の悲願、神の国を再興しましょう。大きな声で何とか言ってもどうしてわかる。龍勢様、ゴミ難しい。私のさらなる領域を示さねば。龍勢様、なぜ。そう、他に何が起こるのか。私はそれが残念だ。龍勢様と脅威様が切り合って痛々しい戦、俺は見たくねえ。各地で敵軍が次々と降伏しています。彼らは諸君の民だった者たちのようです。龍勢様、あなたの心が皆に伝わっているでしょう。少し待って。おかげで敵の体勢が崩れたよ。あとは召喚をどうにかしないかな。今度は芝生殿にも頑張ってもらおう。私はその辺でできることをやろうと思う。もう召喚にはついていけん。俺たちは義軍に下るぞ。天雷光神、
ですな。将兵らの士気も高まりましょう。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。脅威め、龍禅が相手で動きが鈍った。そこが奴の甘さである。どうぞ。賢者、私は頂点に連れて選ばれた人間。どんな相手だろうと容赦はしない。さあ、それと勝負だ。覚悟しろ。これぞ天の助け。力士、頼みますと。相手と自分